それではお待たせいたしました。ケーブルカー出発いたします。ケーブルカーにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。このケーブルカーの開業は昭和26年8月今年67年目を迎えております。購入のケーブルカーは同時に出発いたしまして日本のロープでつながっております。上のケーブルカーを盛りにしてこちらのケーブルカーを引っ張り上げている仕組みになっており、電気はあまり使用しない大変エコなケーブルカーでもございます。先ほど出発いたしました府中駅から草松駅までを通る距離は全長約400メートル、高低差115メートル、最急勾配25度、海抜130メートルの草松公園に約4分で到着いたします。草松公園到着されましたらまずバトンの時をお楽しみくださいませ。股の間から見える天の橋立は千円の崖足のように見えてまいります。右肩上がりの斜め一文字に見えることから昇竜館とも呼ばれております。高松公園内にはアマテラスという売店やレストランもございます。売店にはシーメンの小物やお菓子はもちろん、高松公園のイメージキャラクターカサボーのオリジナル商品など多数品揃えております。ぜひお立ち寄りくださいませ。また成合好き登山バスおよび、進行方向左手見取りのツーリストですが、大雨のため土砂災害に向けましたので、リフトを、および、登山バスは、運休させていただいております。お帰りはケーブルカーをご利用くださいませ。ケーブルカーは00分から15分間隔に運行いたしております。お好きな時間にご乗車くださいませ。ご乗車ありがとうございました。まもなく笠松駅に到着いたします。ケーブルカー到着いたしましたら進行方向左側のドアが開きます。降りられた階段となっております。まだ車内傾き段差ございます。お足元を気をつけてお降りくださいませ。一定覚えていた笠松公園観光をお越しくださいませ。ご乗車ありがとうございました。